高校生の俺、田中優斗は陰キャだ。友人は少なく、恋人は当然のようにいない。休み時間はいつも教室の隅でひっそりと本を読んでいる。おい田中、なんだよそのメガネは。牛乳瓶の底かよ。今時そんなダサいメガネかけてるの、弁蔵さんしか見たことねえぞ。クラスの陽キャ高橋がそうツッコミを入れると、クラスのみんなが笑い声を上げた。高橋は断るごとに俺のことをいじってきた。他人を咎めることにより自分をよく見せることができる。要するに俺は高橋の出しにされているのだった。田中くんのメガネ面白いね。だよな、望月さんもそう思うだろ。とりわけ高橋は彼女望月真奈美さんの前では危機として俺をいじってきた。多分俺をいじることで彼女の気を引きたいのだろう。あのメガネをかけたら誰でも真面目に見えそうだね。わかるわ。おい田中、ちょっとそのメガネ貸してくれよ。お、どうだ、俺めっちゃガリ勉に見えるべ。望月さん見て見て。本当だ、高橋くん真面目っぽい。やっぱりこのメガネ面白いね。おい高橋、俺にもそのメガネ貸してくれよ。いや、それをかけるのは俺だ。望月さんの気を引こうとみんながメガネを取り合った時だった。お、高橋の手から落ちたメガネは靴裏に踏みつぶされた。お前ら何してくれてんだよ、メガネ壊れちまったじゃねえか。いやいや、俺じゃなくてこいつだって。なんだよ、お前らのせいだろ。不毛な責任のなすりつけが始まってしまった。田中くん、ごめんね、私たちのせいでメガネ壊れちゃった。ああ、うん、気にしないでよ。怒ってるよね、さっきからすごい目つきだし。ああ、違う違う、これは裸眼で何も見えないから目を凝らしてるんだ。ねえ田中くん、メガネじゃなくてコンタクトに変えてみたらどうかな。え？今のメガネをかけてない田中くん、なんだか新鮮だったからその方がいいんじゃないかなって。あんな風に言われたのは初めてだったな。コンタクトか。あのメガネも随分と長いし、思い切って変えてみようかな。俺は眼科に行ってコンタクトを作ってもらった。それに合わせるように美容院にも行った。帰り際、俺を送り出してくれる美容師の表情はなぜか達成感に満ちていた。そして翌日。え？何あの男子？めっちゃイケメンなんですけど。あんな男子うちのクラスにいた？普段誰からも注目されないが、なぜか今日に限ってはみんな、特に女子がこっちを見てきた。あの席、田中くんの席じゃない？え？あの弁蔵さんメガネを取ったらあんなにかっこよかったの？何やらざわついている。よっぽど変なのか。田中くん、おはよう。ずいぶんイメージ変わったね。望月さん、俺似合ってないのかな？さっきからみんなの視線を感じるんだけど。ううん、似合ってないわけじゃないよ。むしろ逆、今の田中くんとっても素敵だと思う。田中くん、今日一緒にお弁当食べない？ダメよ、私が先に目をつけてたんだから。田中くん、モテモテだね。今までそんな状況になったことがないから、夢でも見ているかのようだった。おい、どうなってるんだ。田中のやつ、あんなポテンシャルを秘めてたのか。元はといえば高橋がメガネを壊したからだろ。あ、俺のせいにすんな。田中、あのメガネがなくなってから急に調子いいじゃねえか。陰キャなのにおだてられて舞い上がってるんじゃないのか。高橋が普段のように俺のことをいじってきた。いつもならここで笑い声が起こるところだった。はあ、高橋ちょっとひどくない？田中くんに当たりすぎだよね。もしかして嫉妬してるの？は？ちげえし、俺が田中なんかに嫉妬してるわけないだろ。高橋は顔を真っ赤にすると、その場からすごすごと引き下がった。コンタクトに変えたことで俺の人生はガラリと変わった。今では学校一の美少女である。望月さんと交際することに、俺のメガネを壊してくれた高橋には心から感謝している。まあそう伝えるとあいつは怒るだろうけど。